お次はですね、卵飯よしおくんの話ですね。いきますか。月こもり6週目よしおくんの話。ちょっとね、大人たちが滑ってんだよよしお。頼むぞ頼むぞ、お前には結構期待してるとこあるからね。みんななかなかの話は本当に思ってるか。俺さ、聞いてるうちに変なこと思い出しちゃった。まあもう思い出したくなかったのにな。なんでかって、おむなね、学校って好きか。おお、いきなり来るね。もう学校はめちゃくちゃ嫌いだったんですけど、俺の人生史上一番嫌いだったプレイスなんですけど、まあ好きですね。ふーん、そっか、俺も好きだよ。お前は好きそうだな。なんだよその顔、ざけんなよ、嘘じゃないってば。勉強は嫌だけど友達がいるもんな。だから学校に行くのはそんなに嫌じゃないんだ。勉強も嫌だし、友達がいなかった人間はどうすればいいですか。よしおさん、よしおさん、どうやったら学校好きになるっすか。うん、嫌じゃなかったはずなんだけど。うちのクラスに転校生が来てさ、長くてサラサラの髪した、色の白いでっかい目の女子だった。魔物か、ワンピースなんて着ちゃってさ。うん、まあブスじゃなかったけど、先生に連れてこられた時クラス中がざわざわしたもんな。外国人？おー、なんかちょっと顔怪しいけどな、顔は怪しいけどちょっと モデルチックな園部茜さん、はは。そう言って、自己紹介した声もアニメの声みたいなんだ。急に怪しくなってきたな、アニメの声。俺江藤って友達がいるんだけどさ、そいつなんか俺の肩バシバシ叩いてさ、やり超美人じゃん、やだなそんなこと言う小学生。転校生にやり超美人じゃん、やだわ、まだ声も変わってないやつがさ。俺思いっきりバカにしてやった。髪の長い女なんてやだもん、なんか弱っちそうですぐ泣きそうじゃん。そうかな。そんなことはないと思うぞ。最近の女子は下手な男子よりはるかに強いぞ。そいつはすぐみんなと仲良くなっちゃったよ。父ちゃんが学者で後を継ぐために私立に行ってたんだって。おー、すげえやん、立派だ。そう言われりゃ勉強できるやつでさ、おまけに徒競走やったらもうダントツで一等だし。徒競走。なんで急に徒競走を引き台に出したの。歌もうまかったんだ。おへえ、それで優しいんだよな。いつもニコニコしててさ、クラスの金魚の世話を当番がサボった時なんか代わりに世話してたよ。あー、正義感も強いのかな。いいの、私こういうこと好きだから。なんちゃってさ、お前好きだろ。それがカッコつけてるとか言いこぶってるとかって感じじゃないんだ。おお、ベタボルじゃねえか。そういえば上履きが間に合わないってんで前の学校のやつを履いててさ、うちって男子が青で、女子が赤じゃん。それが一人だけ目立つ真っ白なの。普通そんなやつがいたらいじめに遭うんだけどな。園部だけはそんなことなかったな。あいつ、あんなやつ、それまで見たことなかった。園部茜のこと、俺がどう思ってたかわかる？もう大好き。大好きでしょ。大好きで、大好きだよ。もう。何か裏があると感じていたと思うにしときますか、じゃあ。うん、まあな。だってすっごく変なやつなんだよ。もう今んとこすげえいいやつに聞こえたけど。どう変なのか聞きたい？あー、まあ一応聞きたくないから言っとこうか。あぶなねえって本当にへそ曲がりなのな。よくご存知で。そんなんじゃ男にモテねえだろ。でも話しちゃうもんねえだ。そうしないと話進まないんだもん。ちょっと待ってね。じゃあやり直すか。じゃあ聞きたいにしとこう。つまり簡単に言うとさ、わざとらしいくらいいいやつなの。普通に進んだな。クラスの金魚が気に入ったらしくて自分から世話をするって言い出したんだ。変なやつだろ。でもまあ俺たちにしてみりゃラッキーじゃん。その別ってよっぽど魚が好きなんだと思ったよ。だけどある朝学校行ったら金魚の水槽が割れてたんだ。金魚はみんな床の上に落ちたよ。おうおう、みんな腹を裂かれてさ。こんなの事故とかじゃないじゃん。わかんないよ、かまいたちの仕業かもしれない。園部なんか見た途端に泣き出しちゃってさ、ひどい、痛かったでしょうに、かわいそうだわ。おお、怪しいね。誰かに裂かれたことを前提に話しているな君は。かまいたちの仕業かもしれないのに。でっかい目からポロポロ涙こぼしてさ、真っ白なハンカチ出して金魚を包んでやってたよ。素手で死んだ金魚を触ってるから俺びっくりしちゃった。気持ち悪いよな。うん、それはちょっと気持ち悪いかもしれないな。
先生は野良猫が迷い込んだって言ってた。そうかもしんないな。だけど猫って魚の腹は、咲いたりするのかな。もう一個不思議なのはさ、水槽の破片と一緒に小さな鏡を割れて落ちてたんだよな。小さな鏡、女子が持ってるような顔しか映んないちっこいやつ、あれは何だったんだろう。ま、いっか。よかねえだろ。事件はこれだけじゃ終わらなかったんだ。うちの学校って校庭で動物飼ってんだよな。金網で作ったでっかい鳥かごみたいな檻でさ、ウサギとかウズラとかアヒルとかあと小鳥とか急にくくりがでかくなったな。ダッセーよな。何ダサいってお前の感性どうなってんだよ。何がダサいの。馬とか象とかだったら俺だって世話してやるけどさ動物園行ってもろて、だってかっこいいじゃん。その日は江藤たちと校庭でサッカーやってて遅くなっちゃったんだ。帰ろうとしてたら薄暗い校庭の向こうの方でバサバサって羽音が聞こえたんだよね。何の音だろうと思って見に行ったわけ。そしたらさ、いたんだよ。びっくりするくらい小さな人影が檻の前にさ。何の話？てめえそこ動くんじゃねえぞ。俺は叫んでバーッと走り出したわけ。ピクッとして振り返ったのは園部茜だった。目がうるうるしててさ、小鳥が、小鳥たちがなんつってるわけ。見たら檻の中でいつもピーチクパーチク歌ってるはずの鳥がいないんだよ。うん、いないように見えたんだな。床に転がってたからさ。おお、死神少女なのか。小鳥たちは全部地面に落ちて動かなかった。死んでたんだよ。園部はわっと泣き出した。俺の後ついてきた江藤がおたおたしちゃってさ、放っておこうか慰めようか迷ってたんじゃないの。だけど俺変なもの見ちゃったんだよな。泣いてる園部の手の爪に羽毛が詰まってんのさ。ダウンジャケットかなんかに入る小さくてふわふわなやつだよ。お前ね、それって鳥のどこの羽かわかる？知らねえな。全然知らねえわ。全然知らねえし興味もねえよ。え？お父、よく知ってんじゃん。ああ、そうなんだ。でもなんでそのものが園部の爪に挟まってんだ？不思議に思ったけど、泣いてる女子にそんなこと聞けないじゃん。お前がやったんだろうとはさすがに現行犯でもない限りは言えないよな。そのまんまになっちゃったんだよな。次の日はもう大騒ぎだった。檻にビニールシート貼って先生が前に立って。朝礼で校長先生が気にするなって言ってたけど、しないわけないじゃん。それは確かにな。女子なんか固まってベソベソ泣いてやがんの。園部も泣くかなと思ったんだ。でもなんか我慢してるような顔でじっと下向いたままだった。めちゃくちゃ笑ってるかもしれないよ。もしかしたら下向きながら。結局その日は午前授業で返されたんだよ。給食は食ったし、勉強しなくていいって言うならこっちは超ラッキーだからいいけどさ。家にいろって言われたけど、そんなこと関係ないよな。カバン置いて早速遊びに行ったんだ。だってせっかくの自由時間だぜ。遊ばなきゃ損じゃん。お前、ここに選択肢を設ける必要は感じないけどね。私は必要ないと思いますけど、言いたいことはわかるけど。だろ？それで夕方帰る途中にさ、俺、園部茜を見たんだ。なんかな、ちょっとな、園芸部に見えるんだよな、園部茜が。俺とか江藤が出歩いてんならともかく、真面目そうな園部がだぜ。茶色くてでっかい犬を連れたな。散歩かと思ったんだけど、学校の方へズンズン行くんだ。その顔がなんか怖くてさ。声かけられなくて、なんとなく後をつけちゃったんだ。園部は振り向きもしないで、まっすぐ校門の中に入ってったよ。うん、犬を連れたままさ。ついてったらあいつはビニールシートがかかったままの檻の前に立った。中にはまだ生き残ったウサギたちがいるはずだ。なのに園部はシートをめくって扉を開けちゃったんだ。ほとんど同時に犬が檻の中に飛び込んだ。ものすごいうなり声と何かが暴れ回ってる音がしたよ。目隠しのビニールシートがバサバサーって揺れるんだ。俺のところからは何が起こってるか見えなかった。だけどシートをめくり上げて中を見ている園部の表情よく最近見る口元。ガウガウ吠えまくる犬が中で暴れ回ってるのにそれを見て笑ってるんだよ。もうなんかものすごい家庭環境に難がありそうな女の子だな。こういうことする子って大体家がやべえんだよ。突然ピシャって園部の顔に血が飛んだ。それを吹きもしないでじーっと立ってるんだ。なんだかすごく嬉しそうに見えたよ。野蛮な犬ですね。確実に戦闘力は高いよ。もう FF7 とかにこんな犬出てきたもの。しばらくして、静かになった檻から犬が出てきた。
ガードハウンドとかでしょ。広い胸から腹にかけて毛は黒く色が変わってたぜ。多分あれ多分血だと思うんだ。俺びっくりしてさ、下がった時ドジって落ちてた空き缶蹴っちゃったんだ。おお、ドジったな。カーン、カラ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 ってやつだね。ありがちなやつ。誰？ふわっと血走った目を見開いて振り向いた顔は別人みたいなんだ。俺を見つけるとピタッと動き止めてさ。いたわね。ギラギラした目が糸みたいに細くなった。次の瞬間、その目はまっすぐ片手を上げたんだ。俺に向かってまっすぐに。ザケル！ゴー！あいつのそばにいた犬が駆け出した。もうなんかガウとかそんなもんじゃないよな。血の混じったよだれを垂らしながら俺めがけて走ってくる。やばい。俺回り右して走り出した。後ろからガウガウ言う声が追いかけてくる。足には自信あるけど犬に勝てるわけないじゃん。もう少しで校門にたどり着くってところでシャツの裾がガンと引っ張られたんだ。わあ、俺はバランス崩してこけちゃった。その勢いで地面に頭打ってさ、やばい、殺されるって思いながら気絶しちゃった。もう残念なことにお前は死んでないんだよな。それだけが残念だよ。気がつくと、おまわりさんが俺を覗き込んでた。こんなところで寝てるやつがあるか。早く家に帰りなさい。俺は飛び起きたよ。日が暮れて真っ暗な校庭には俺たち二人以外誰もいなかった。俺は一人で寝てたんだって。おまわりさんには笑われるし、家帰ったら母ちゃんに怒られるし、もう散々だったぜ。でも、俺が夢見てたわけじゃないんだ。その証拠にシャツの背中が破れてたもん。だけどなんで俺は怪我しなかったんだろう。でっかくてものすごい牙なんだ。俺なんか簡単に食っちゃうだろうにさ。次の日学校に行くのが嫌だったぜ。その目と顔を合わせたくなかったしさ。きっとまた大騒ぎになってるだろうし。ところがさ、俺の予想は大外れだったんだ。ビニールシートの俺の前には誰もいやしない。生ごめし、早く教室に入らんか。気がついたらおっかない顔した先生が俺を睨んでた。多分先生たちはウサギが殺されてるのを知ってたんじゃないかな。だから俺に近づけないようにしてたんだ。ビニールシートのせいで遠くからじゃ中がどうなってるのかわかんないもんな。汚ねえよな。そ、これ何？それで授業が終わって放課後、園部が近づいてきたんだ。小さな包みを差し出して、にっと笑ってさ。これ、調理実習で作ったの。食べて、死ぬぞ。即死レベルの致死量の毒が入ってるでしょ。背中がゾーッとした。なんだかわかんないけど、こいつが俺に何かくれるなんて良くないものに決まってな。即死でしょうね。一撃必殺でしょう。毒かもしれない。もしかしたら呪いのアイテムかもしれない。おむなね、おむなねだったらどうする？あ、食うだろう。だってお前生きてんだもん。おー、食えよ。俺が選んだら食えよ、お前。もらって食べる。もう今日あんな。それとも単なるバカ？毒が入ってるかもしれないのに食うってわけ？俺はごめんだよ。食えよ。絶対に嫌だね。だから断ったんだ。そんなもん、いらねえよ。ってさ。園部は何か一瞬悲しそうな顔してよ。あんなひどいことするやつだって知らなければ同情しちゃうような顔さ。かわいそうじゃんかよ。園部いじめんなよ。その時江藤が割り込んできたんだ。おお、江藤お前が食え。園部から包みを取り上げると中からカップケーキを取り出した。いただきまーす。そう言って口に放り込んじゃったんだよ。あっちの世界でも元気でやれよ。サッカーボール送ったるからな。止める間もなかった。その日はそれで終わったんだけどさ。ああ、死ななかったんだ。俺てっきりその場で血吐いて死ぬかなって思ったけど。それから一週間くらい経ってからかな。江藤が学校休んだんだ。結構遅効性のある毒だな。健康だけが取り柄みたいなやつだし、あそこんちの母ちゃん怖いんだよ。ちょっとくらいのことで休むなんて言ったらぶっ飛ばされちまうんだぜ。だから江藤が休むなんてすごく珍しいことだったんだ。なんとなく気になって放課後あいつの家に行ってみた。誰もいないみたいだから、裏から庭に回ろうと思ってさ、立派な家住んでんな、江藤。そしたら、庭の方から物音がするんだよな。パジャマ姿の江藤が庭先でしゃがんで何かやってんだよ。なんだ、元気そうじゃん。俺の声に江藤がガバッと振り返った。お？口の周りが真っ赤に染まってる。やっぱり赤く汚れたパジャマの胸に抱きかかえているのは、江藤ん家で飼ってる虎猫だった。首のところがパックリ切り裂かれてる。俺、腰を抜かしそうになっちゃった。なんだこれ、どういうことだ？洗脳アイテムだったってことか？多分悲鳴も上げたと思うよ。トロンと半分目を閉じた江藤は、猫の死体を捨てて立ち上がった。俺に向かって歩いてくる。江藤、やめろよ。
冗談だろ。少し開けた、なんだこの絵は。少し開けた真っ赤な口から細い糸みたいなものが見えてる。それをゆらゆらさせながら、エトは俺の肩を掴んだ。ものすごい力で肩の皮肉が引きちぎられそう、引きちぎられちゃいそうだったぜ。エトはぐいっと俺を引き寄せて口を開けた。牙みたいに尖ったよく刺さりそうな歯が見えたよ。やめろー、俺は叫んだけど、エトには通じないだろうって分かってた。なのに、エトの動きが止まったんだ。大丈夫よ、この笛の音で麻痺してるから。すぐそばで園部茜の声がした。めちゃくちゃ面白いやん。いつの間にか変な形の笛持って俺たちの横に立ってたんだ。何なんだよこの展開。天外魔境かよ。お前何したんだよ。あのケーキにはある種の植物の種を入れといたの。江藤君のお腹の中でその芽が出たってわけ。あっさりと園部は答えたよ。宿題の範囲を教えてくれるようなそんな簡単な言い方だった。お前もだいぶ大人な言い回しするよな。とても特殊な植物で、生き物の口や傷口から入って寄生するんですって。寄生された生き物は温かい血が何よりの好物になるそうよ。面白いわよね。そう言ってクスクス笑うんだ。それじゃあ連れてた犬も。そうよ、栄養を取らせなきゃならなかったから学校のウサギを狙ったの。あの犬から収穫した種をケーキに入れたのよ。卵飯くんが食べてくれなかったのは残念ね。俺なんだか震えが止まんなかった。園部は本当に魔女、悪魔だったんだ。本当なら秘密を知った者は殺しちゃうのがいいと思うんだけど、でも卵飯くんがこれから私の研究を手伝ってくれるなら助けてあげてもいいわ。園部はそう言ってニコッと笑った。だけどそんなの信じられるかよ。俺園部を突き飛ばして笛を奪い取ったんだ。それから口に当てて思いっきり吹いた。お、関節傷だ。やったな、初めての関節傷じゃないか。でも何の音もしなかったんだ。騙された。頭がカーッとなった。こうなったら友達だろうが女子だろうがぶん殴ってでも逃げてやる。ところが江藤も園部もその前に突っ立ったまま動かないんだ。俺には聞こえない笛の音がこいつらには聞こえるのか。なら何度も吹けばもっと長い間麻痺するかもしれない。その間に逃げられるんじゃないか。俺は息の続く限り音のしない笛を吹き続けた。やめて、園部が悲鳴のような声を上げた。その口の中にゆらゆらしている糸が見えた。これは植物の何かなのかな。その笛は耳には聞こえないような周波の音を出してるのよ。このままじゃ振動でボッと変な音がした。それから園部と江藤の口の中にチロチロと赤い何かが見えた。赤い何か大きくなってメラメラ燃え出したんだ。あいつら体の中から燃えてたんだよ。なんで。どういう現象。ギャー、大きく開けた口から悲鳴と炎が溢れ出てる。目玉が飛び出してドロッと流れ落ちた。開いたままのまぶたの間からも炎がゴーゴーと巻き上がってるんだ。獅子尾誠の最後。やつらはヨロヨロと俺に向かって歩いてきた。目や口から出ている炎が髪の毛や服に燃え移って火でできた人形みたいだった。鼻にツーンとくるような嫌な匂いがしてたな。このままここにいたら巻き込まれるかもしれない。俺は逃げ出したんだ。消防車。どっちだっけ ?110 番だっけ ?119 番だっけ。どっちかにかけなさい。江藤の家は火事になって燃えちゃったってさ。木造だったからえらいことになったでしょ。変な植物とかも燃えてなくなっちゃったよ。多分。だから安心していい。と思うんだけど。不思議なのはさ、なんであいつらの体の中の植物が燃えたかなんだよな。園部は高周波がどうとか振動がどうの言ってたけど、何のことだろう。ポケモンかな。ポケモンの技かな。まあいいや、俺の話はこれでおしまい。わかった。お前さ、やっぱヨシオなんだよな。やっぱこいつの人生経験の豊富さ、こいつら全員の足しても、何言おうとしたか分かんなくなっちゃったから、ちょっと分岐見ますか。呪いのアイテム、カップケーキか。もらって誰かにやるだよな、やっぱ。そっか、よかった。俺だけじゃなくて。俺もそうしたんだよ。江藤を非常口の前まで連れてってさ。これ結局一緒か?園部が作ったって言ったら喜んでもらってくれるんだもん。クソチョロだな。超ラッキー!いただきまーす!そう言って包みを開けると紙のカップに入ったケーキだったよ。江藤はガブッと食いついた。うめえ!うめえよ、これ!
本当に。言いかけた言葉が途中でピタッと止まった。う、口の中にケーキを詰め込んだまま今にも飛び出しそうな目でこっちを見てる。はじめは喉に詰まったのかと思った、まあ、カップケーキって口の中カッピカピになるだろうからな。だけどエドはケーキのかけらと一緒に真っ赤な血を吐いたんだよ。俺が思ってたのはこっちだね。こっち即死で向こうは遅効性だったのか。血はバシャバシャと床に落ちた。えれこった。俺はあーぜっと飛び出て必死に口を押さえている、手の隙間からまだボタボタ血が垂れてる。体中の血が全部流れちまいそうな感じだった。エトはヨロヨロと膝をついた。その時俺の後ろでハッと息を呑む声が聞こえたんだ。振り向くと園部茜がいた。でっかい目をもっと大きく見開いてた。俺には分かったぜ。園部は俺に毒入りケーキを食わそうとしたんだ。俺が秘密を知ったから、園部がマジだって知っちゃったから。そう思ったら腹の底からムカーッと怒りが湧いてきた。つえなお前は。男の子だな。てめえ、園部、よくも。違うわ。園部は叫んで走り出した。何が違うだ。チラチラしいにも程があるぜ。園部はどんどん階段を駆け上がっていく。それがめちゃくちゃ早いんだよ。俺も必死で追いかけたけど、あっという間に引き離されちゃってさ。4階まで上がった時にはその目が見えなくなってたんだ。むしろ何階まであるんだよ、お前の学校。だけど今日こそは追い詰めてやる。あの魔女をやっつけてやらなきゃ。その目が行った先は大体わかってる。長く伸びてる廊下が屋上へ続く階段かどっちかしかないんだ。魔女はどっちへ行くと思う？おお、なるほど。まだ分岐するかい。階段。うん、俺もそう思った。だから階段を登ったんだ。屋上へのドアは開いていたよ。向こうの端っこに上履きが片方だけ落ちてるのが見えた。ああ、立派な屋上だね。ちゃんと柵も簡単に登れないようになってるし。あ、ほらね、園部の上履きの色って何色だったか覚えてる？まあ、なんだっけ？覚えてねえよ、全然。ああ、青だったっけ？ああ、赤から行こう。ええー、おなね、本気で言ってるわけ？うん、赤じゃないことは分かってた。あ、白なんだ。園部の上履きは白だったって言ってたじゃん。お前らの学校の元々の女子が赤なんだよね。白だったんだよ。それなのに転がってる上履きは青かったんだ。園部の上履きじゃない。俺、不思議だと思って上履きに近づこうとしたんだ。そしたら突然後ろでバターンとでかい音がした。見たら閉まったドアの前に園部がいたんだ。にたーっと不気味な笑いを浮かべてさ。園部、強者感すごいな。のダブルキャストを思い出させるな。やっと二人きりになれたわね、卵飯くん。ゾッとした。あいつを追い詰めたつもりだったのに反対に追い込まれてたなんて。園部は手にさっきと同じケーキを持ってた。あんな即死する毒なんて多分小学生が手に入れるのは不可能だけどね。これを食べて卵飯くん。あなたのために頑張って作ったのよ。いらねえよ。俺は叫んでやった。目の前で江藤があんな目にあったのに食えるわけないじゃん。でも園部はケーキを持ったまま近づいてくるんだ。そんなこと言わないでねえ。声は甘ったるかったけど、俺は目は俺を睨んでる。無理やりにでも毒入りケーキを食わす気なのか。園部はずんずん近づいてくる。俺は少しずつ後ろに下がってさ、端っこにまで追い詰められちゃったんだ。これ以上下がったら落っこっちまう。一か八か園部を突き飛ばしてでも逃げるしかないか。そう思った時、俺の足を誰かが掴んだ。ケーキ食えよ、卵飯。ヘリから乗り出して俺の足を抱えてるのは江藤だった。青黒い顔で口からはまだダラダラ血を流してる。校舎の壁には1階の窓からべっとりと血の跡が続いてたよ。おお、絶対絶命だな、よしよ。はあ、俺は叫んで江藤を蹴飛ばした。足から離れた江藤の指から水みたいな液体が飛んだのが見えた。どういうこと？落ちたかと思ったよ。だけど奴の下半身はピタッと校舎の壁にくっついてびくともしなかった。怪異化してますね。液体は俺の足にもついてたぜ。触るとヌルヌルベトベトして糸引いてさ。それ大丈夫なやつですか？なんか良くない匂いとかしない？このベトベトのせいで落っこちないんだ。これを使って壁も這い登ってきたんだろうな。スパイダーマンじゃないか。スパイダーマン。白いビニール貼ったみたいな目がキョロキョロと見回している。顔は同じだけど、こいつは俺の知ってる江藤じゃないぜ。こいつはスパイダーマンだ。そう思ったら体が震えちゃってさ。
そのほんのちょっとの隙に江藤が飛びかかってきたんだ。溶けた水飴みたいにデロデロした腕が俺に巻きついた。さあ諦めなさい。目の前にその目のギラギラした目が迫ってくる。俺が必死に食いしばった歯の間から強引にケーキをこじ入れようとしてくれるんだ。それで お前話をおもんなかったくせにこんだけ面白い話に水さす気か。突然安明さんが吹き出した。よしおくんはテレビっ子だな。それって先月放映の学校であった怖い話でやってたネタだよね。見たのかい。こんな話なかったぞ俺。学校であった怖い話結構やってるけどこんな話なかったよ。あったら絶対忘れないもん。話の腰を折られた吉尾はキョトンと安明さんを見上げている。ダメダメ、俺は本職なんだからさ、テレビネタでごまかそうとしても通じないよ。安明さんはニコニコしている。どっちかっていうとなんかさ、あれとかにありそうだよな。あの、週刊ストーリーランドじゃなくて、世にもあった、世にも奇妙な話？え、なんだっけ？うん、本当に、違う。ダメダメ、ああ、間違えた。安明さんニコニコしている。ああ、そうか。吉尾のバカ、テレビに見た怖い話を自分の体験のような顔して話してたってわけね。だとしてもすげえけどね。迫真だったよ、ヨシオ。でもそれでバレちゃったらしょうがないのに。本当に考えが足りないんだから。ヨシオはプーッと膨れ面をした。いや、お前、聞いてきた話だとしても、喋り方とかも含めて、喋り方、話の手順とか考えても、他の3人より面白いぞ。つまんねえの。知ってたって最後まで黙っててくれりゃいいじゃんか。安明さんに八つ当たりしてるわ。まったくなんてやつ。ああまあ許してくれよ。機嫌を直して次の人の話を聞こう。安明さんって吉尾のバカなんかにも優しいのね。ち、吉尾は足を投げ出して座り直した。その拍子に手が私の腕に触れたぬるっという感触。その時、ああこういうの嫌いじゃないですよ。その時私には確かに見えた。吉尾の手から透明な粘液が出ているの。多分我慢のあれですよ。腕を見下ろすと確かに液体のようなものがついている。何なのかしらこれ。あ、なんかお前がまだ知らなくていいことだよ。ヨシオのことだからきっとおやつを食べてそのまま手は洗わなかったんだわ。ポジティブかよどんな脳内なんだよ。でも透明な粘液って本当にそれ透明か。白がかってないよ。おもなちゃんどうしたんだい。安明さんが私を見つめてる。 いえ何でもないです。そうそう、早く話を進めなきゃ。考えすぎに決まってる。多分。これ、ヨシオはスパイダーマン戦争、勝ち抜いてスパイダーマンになったってことなのかな。いやー、こういうなんか、うやむやにして終わらされるの嫌いじゃないよ。ちょっとロードしよう。ここはさすがに変わんないよね。青にしてみよう。青？お前らね、いい加減にしてくれよな。俺の話聞いてる？その目の上履きは白だった。それでそこに落ちてたのも白い上履きだったんだよ。あ、でも変わった。俺思わず駆け寄った。上履きは屋上の床のヘリギリギリに落ちてたよ。まさかとは思うけど、その目のやつ俺から逃げようとして落ちたんじゃん。え、でも屋上のヘリ相当高かったよ。俺はしゃがんでヘリから地面を見下ろそうとしたんだ。じりじりとちょっとずつ前に進んでさ、吹き上げてくる風がもろに顔に当たる。もうすぐ下の地面に倒れたその目の姿が見えるような気がした。だけど、いなかったらどうしよう。空中で消えたみたいに影も形もなくなってたら、それより地面に立ってこっちをニヤニヤしながら見上げてたら、考えたら嫌な気分になってきた。大丈夫だよしお、お前なら勝てる。それでも頑張って覗いてみたんだ。下の方に見える地面には誰もいなかった。その瞬間、俺の背中を誰かが押したんだ。ああ、危なく落ちる、危うく落ちるとこだった。コンクリートのヘリを抱え込むみたいにして何とか耐えたんだ。下の地面がグラグラ揺れて見えた。何かクラッとしたな。気がついたらその目が後ろに立ってた。意地悪そうにニヤニヤ笑いながらさ、残念落ちなかったわね。ベトベトした嫌な声だった。カップケーキだってあんたが食べると思ったのに、本当にしぶといんだから。なんだと。俺は聞き返したよ。魔女からは魔女かもとは思ってたけど、園部がそんなこと言うなんてやっぱり信じられなかったからな。助けてほしい？
殺さないでって頼んでみてよ。園部はバカにしたような顔で俺を見てる。おむらねえだったらどうする？えへへ、俺に聞くなよ。助けて。おむらねえってプライドないのかよ。俺自分を殺そうとする相手にヘコヘコするなんてやだね。だから嫌だって言ってやったよ。その日はギョロッと俺の顔を覗き込んだ。油みたいにギラギラ光ってる目が細くなった。言い回しが小学生じゃねえんだよな。赤い舌が口指を舐めた。それからニーッと笑って言ったんだ。じゃ死になさい。上履きを履いてる方の足が後ろからドガッと俺の背中を蹴った。息ができなくて目の前が真っ赤になったぜ。このまま俺を蹴り落とす気なんだ。ソロビは何回も何回も俺を蹴った。痛いなんてもんじゃない。背骨が折れたような気がしたぜ。汗で濡れた手がちょっとずつコンクリートがずれていく。このまま手が離れたらあっという間に突き落とされちまうよ。本当に死んじゃうぜ。そう思った俺はあいつが足を後ろに下げた隙を狙って自分から手を離した。それから拳を握って背中を越しに振り回したんだ。キャッ！ドスッと鈍い音がして腕が痺れた。その目の腹にもろに入ったんだよ。奴は腹を押さえてヨロヨロしてた。今だ！俺は転がるようにヘリから離れた。その間も奴からは目を離さなかった。その目のふらついた足がコンクリートの出っ張りにつまずいた。落ちるの？あ！バランスを崩したその目はヘリの向こうに飛び出したんだ。でしょ。あいつの姿が見えなくなって次の瞬間ぐしゃっていう音が下の方から聞こえたんだ。キャー、誰か落ちたぞ。みんなが騒いでる。だけど俺はぼーっとして動けなかった。俺？うん、先生には見つからなかったし誰にも何も言われなかった。正当防衛とはいえこれはどうなんだ。だけどやっぱりその日はマジだったと思うんだよ。なんでかって、あれから俺、その目にたたられちゃったんだもん。そう言ったきり、吉尾はうつむいた。たたられたって、どういうこと？聞こうとしたとき、切り裂くような悲鳴が聞こえた。続いて何か重いものが地面に叩きつけられるような音。一瞬の凍りつくような沈黙の後、私たちは立ち上がった。鉄おじさんはもう襖に手をかけている。行かなくていいよ。甲高い吉尾の声が響いた。座り込んだまま唇を噛んでうつむいている。泣きべそをかいているのかもしれない。行っちゃダメだよ。そんなわけには行かないだろう。事故かもしれないんだから。矢崎さんがたしなめるような口調で言った。それから鉄おじさんに続いて飛び出していく。ちょっと遅れてゆかり姉さんたちが続く。もちろん私もついていった。矢崎さんと一緒なら怖くなってないもの。広い広い庭には、母屋の明かりも届かない暗闇が広がっていた。でも誰もいない。倒れている人も、悲鳴を上げた女の人も、影も形もない。夢なんかじゃない。私たちは確かに悲鳴と何かが落ちてくる音を聞いたのに。ちょっと待って、何かが落ちてくるって、一体どっから？母屋は昔風の作りで、確かに屋根が高いけれど、落ちてもあんな音はしないだろう。大地どうやったら登れるのかなって。だから言ったのに。いつの間にか後ろに立っていた吉尾がつぶやいた。俺はその目に立たられちゃったんだってば。あれから毎晩俺にはこの音が聞こえるんだよ。何度も何度もね。吉尾は見たこともないような暗い表情をしていた。これは大変だな吉尾。俺にしか聞こえなかったんだ。母ちゃんにも聞こえなかったはずだ。それが今日に限ってみんなに聞こえるなんて、園部話したこと怒ってんのかな。独り言のように言ってとぼとぼと家の中に入っていく。下等すぐるのとこ行かなきゃ。私たちは釣られるように後に続いた。家に入った瞬間、ギリ裂くような悲鳴が背中越しに響いた。そしてまた重たい何かが地面に叩きつけられるような音。立ち止まった私に吉尾がギクッとするほど鋭い声を投げかけた。見ちゃダメだ。振り向いて何かいるのを見ちゃったら大村姉だって立たられちゃうかもしれないぞ。そんなこと信じられない。だけど行こう。部屋に戻って次の話を聞こうよ。吉尾の声にかぶさるようにまた悲鳴が聞こえた。うわ、しかもこの落ちる音嫌だな。ほんと重苦しいドサッという音がそれに続く。吉尾の言う通りにした方がいいような気がする。私たちは黙ったまま部屋に戻ることにした。話に熱中すればあの音も聞こえなくなるかもしれないわ。
めちゃくちゃおもろいじゃん。ちょっと長くなっちゃったからさ、ここだけ見るか。絶対に頼まないにしたらどうなる。お前らね、バカだな。こんなとこで意地張ってどうすんだよ。今助かり後で仕返しできるじゃん。なんかガキなんだからな。あんなとこの野郎、俺は素直に言ったよ、助けてくださいってさ。そのびは嬉しそうに歯茎を見せて笑ったよ。全然可愛くなんかなかった。もっと丁寧に言いなさいよ、助けてくださいそのべ様ってさ。すげえ悔しかった。だけど絶対この女を殴るまでは死ねないって決めたんだ、決めたんだ。助けてくださいそのべ様。そのべはギョロッと俺の顔を覗き込んだ。油みたいにギラギラ光ってる目が細くなった。赤い舌が唇を舐めた。それからニーッと笑って言ったんだ。いやよ。上履きを履いてる方の足が後ろからドガッと俺の背中を蹴った。ああ、でもこっからの展開は一緒かな。息ができなくて目の前が真っ赤になったぜ。スコのまま俺を蹴り落とす気なんだ。ああ、変わらなさそうだな。一緒っぽいね。ああ、一緒だな。なるほど。じゃあ、一応白も見ていい？白ちょっとだけ見て変わりそうだったらそこで終わろう。そうだろ。落ちてきた上履きも真っ白だったんだよ。俺、思わず駆け寄った。上履きは屋上の床のヘリ、ギリギリに落ちたよ。まさかと思うけど、その上のやつ、俺から逃げようとして落ちたんじゃ。あ、変わらなさそうだな。俺はしゃがんでヘリから地面を見下ろそうとしたんだ。じり、じり、と、ちょっとずつ前に進んでさ。吹き上げてくる風がもろに顔に当たる。もうすぐ下の地面に倒れたその上の姿が見えるような気がした。ああ、一緒だな。オッケー。じゃあ、次回は、まあもう、もらわないとかもやりたいね。もらわないとか、この廊下とかも見れるので、ちょっとこれ以上は長くなりそうな雰囲気あるんで、一旦ここで終わりましょうか。いや、ちょっともうやっぱ、よしおさんですわ。俺はよしおさんですよ。はい、また次回、よしおさんの話を続きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。